ガーディアン・マリード・ライフ、ガーディアンの結婚生活、どうやって付き合って結婚するかっていう流れになったんですけど、はい、次はじゃあ結婚してになります。はい、はい、入念に準備されたハネムーンを含め、こういった儀式が終わるとガーディアンは家庭を築き、友人の輪を広げ、社会的なつながりを築き、キャリアで出世するという真面目な仕事に目を向けようとすると、結婚生活の確実性と予測の可能性はデート求婚は誓いを立てる前にするものよりもはるかにこっちの方が好き、デートとかそういう未来を見て楽しむ、なんか未来予測不能なものを楽しむっていうよりも、うん、着実に今度は積み重ねていくことの方がはるかに好みであると。この時点で SJ は恋愛をおろそかにし始める可能性が高いと。あ、結婚してから、なんて言うんでしょう、恋愛を、結婚してからも恋愛って楽しめるじゃないですか。っていうよりも、はい、っていうことですね、これは。SJ は平穏な生活に満足し、決められたルーティンを守ることに喜びを感じ、退屈だって訴えることはしないと。疲労やストレスがたまると、突然不機嫌になったり、理由も分からず憂鬱になったりすることもあるが、感情的な自発性を抑える傾向があることは確かであると。しかしほとんどの場合、SJ は心優しくお人よしであり、既成概念にとらわれないと。例えば、毎週金曜日の夕方、同じレストランで食事を楽しんだり、毎年同じ休む休息地、旅行する場所を訪れ、同じ場所で同じ人々とレクリエーション活動をすることを楽しみにしてたりしますと。刺激なんていらんと、はい、変わらない、うん、変わらない毎日、まあ、ちゃんとつながってるかじゃないですか、社会とね、社会と人々と、人々とね、はい、世間体ってあるじゃないですか、はい、まあ、世間体も大事ですけどね、はい、大事ですけどねって思うんですよ、はい、何もね、すいません、世間とつながりたいからですよね、安心感、安心感、まあ安心感、社会の一員であることが誇りであると、誇りである、はい、明らかにこの SJ ガーディアンは伝統を重んじる傾向がある。まず第一に彼らは家族の歴史に精通し、家族についての話や情報を大切にしますと。大家族の輪と連絡を取り合うのが好きで、特に感謝祭の七面鳥やイースターのハムなど、休日の習慣で親戚をもてなすのを楽しみます。さらにこのガーディアンメイト SJ のパートナーは、地域の伝統的な市民団体、商工会議所、ライオンズクラブなどに所属している可能性が高く、おそらくそれらの団体における地位の序列やみたいなものに詳しいでしょうと。学校や教会関係の活動、PTA の資金集め、クリスマスのバザーなどなど、SJ の自由時間をそういったものが占めるでしょうと。また、慈善活動や社交活動など、地域に根ざした組織の活動に参加することに喜びを感じています。喜びを感じているっていう表現が違うかもしれないですね。どういうことですか？いや、楽しいのかなって思っちゃうんですよ。まあだから喜びを感じるぐらいな感じじゃないですか。ちゃんとできている自分に喜びを感じている、はい、喜びを感じてる。なるほど。それが楽し、なんかむしろ楽しいが違う、楽しいの表現が違う。はいはいはい、はい、でこの家族の時間はこのガーディアンメイトによって家の片付け、洗車、裁縫、ガーデニング、食料品の買い物などで満たされがちであると。 SJ にとって、うん、SJ は時間を空想のために浪費するのではなく、価値ある追求に使うものとして大切にします。例えば新聞を読むことは小説を読むことよりも魅力的であり、夜間学校のビジネスコースを受講することは芸術を学ぶよりもそっちの方が理にかなっている。男性の SJ は時間に正確で、相手もそうであることを期待しています。
彼らは時間のため、時にや妻や子供のためにさえもスケジュールを立て、それを守ることを好みますと。ビジネスよりもそっちを取るってことですね。一方、そういうことですよね。彼らは自分のため、時には妻や子供のためにさえも全部ってことじゃないですか。ああ、全部計画を立てるみたいな。なるほど。一方、女性の SJ は社交行事が楽しく、秩序正しく、サプライズもなく、みんなが楽しく、しかも騒がないように進行することを望んでいますと。一般的にガーディアンの仲間は家族、そして他人たちが自分の時間を欲求することを気にしませんと。自分の時間を欲求することを気にしない、はい、好き勝手やってもいいよって思ってるってことですかね。計画的にですよね。この人たち、この人たちは計画的な人たちです。計画的にですよね、はいはい、子供たちにさえも計画的に動けみたいな話ですよね。家庭の中でも家族が自分の時間を欲求することを気にしません、まあ、ここはあんま気にしなくていいのか。計画を立てればみたいな話じゃないですか。自分が立ててるってこと。まあそれぞれが立ててもいいけど、あ、スケジュールを立ててるっていうことに対して、はい、っていうこと、はい、なるほど、まあ、それだけリソースをかけられるかにっていうのが SJ なんでしょうね、はい、でお刺身さんが ISTJ 父は生命保険や車の保険などの契約関係にしか興味がないのかっていうぐらいそういうことをきっちりこなしていたと、はい、それが愛の証なんじゃないですか。はい、はい、でこの SJ さん、ガーディアンは家族に対して独占欲が強く、妻、夫、子供と呼ぶことが多いと、まあ、言い方の話ですかね、これは、うん、また家や車など物質的な所有物を大切にすることもあると。これらの大切な所有物は忠実に整備され手入れされるべきであり、決して軽はずみなことに浪費してはならないと。 SJ は自分の家と庭を誠実に維持し、隣人にも同じように維持することを期待しています。これは所有者としての誇りを示すためでもあるが、近隣の資産価値を維持するためでもあると。 SJ は金銭に注意深く、予算を厳格に立てる傾向があり、将来のために十分な計画を立てるが、時には現在の生活を犠牲にすることもあると。保険契約、貯金、国債、その他の保守的な投資は安全性を理解しているガーディアンにとっては理にかなっている。また財産、道具、衣類などそういったものの価値も理解している。特に衣服はシンプルで耐久性のあるものであるべきであると。 SJ は保守的で適正な服装をし、しばしば自分でそういった服を作ると。あらゆる種類の品物は使い切り、使い古して捨てずに、それは慈善団体に寄付すべきであると。無駄をしない、欲しがらないはガーディアンのモットーとして理解され尊重されていますと。このヘルプメイト、助けたいである SJ ガーディアンは、快適で安定した家庭生活を築くために袖をまくって配偶者と肩を並べて働く覚悟ができています。女性の SJ、 特に閉じこもりがちな SJ にとって家庭は他のすべてを排除した中心的な存在かもしれない。夫や子供たちの世話をし、食事の支度をし、清潔で整然とした家庭を保つことが彼女の彼女の時間を奪い生きがいとなるかもしれない。子供たちが家を離れるとこれは大きな危機となり、 SJ の女性はカラノス症候群の影響を非常に受けやすくなる。定年退職の男性 SJ に同じトラウマをもたらすことがあり、男性 SJ にとっては、まあ、その仕事や職場っていうのは女性にとっての家庭や家族で同じであることが多い。男性 SJ、 女性 SJ も家を開けると
愛する人のことが心配になり、頻繁に電話で連絡を取るようになりますと。保護者は特に配偶者や子供に起こりそうもない災難が起こることを過剰に心配して苦しんでいます。またこのガーディアン SJ は自分たちの性行為については保守的であり、結婚早々から日課を確立し生涯それを守る傾向がある。結婚している SJ の性的なレパートリーは予期せぬことや珍しいことは通常含まれていないので、性的なアプローチやテクニック、あるいはそのパートナーを試すみたいなことはしませんと。他人の魅力に目がないわけではないが、 SJ は結婚したパートナーとのそういったセックスを楽しみ、好み、一般的に言って慣れた時間、慣れた場所で愛し合うのが快適であると。要するに既婚の SJ はこの性というのを娯楽というよりも生殖の手段とみなしているのであり、男性も女性も喜びと安らぎをもたらし、家計を継続させる子供を持つことが結婚に期待され望ましいという態度を反映しているのであろうと。いわゆる性的に解放された今のような時代ではこのようなことは少なくなったが、レクリエーションとしてのセックスという考え方はむしろ既婚のガーディアンには全く見られませんと。でこのガーディアン SJ は男性も女性も他の気質に比べそういった性行為には真剣な傾向があると。例えば SP アーティザンはセックスの遊び心や感能性を大いに楽しむかもしれないが、 SJ ガーディアンは悩みを忘れるためや疲れを癒すためにセックスをする傾向が強く、感情的にも肉体的にも慰められることを望みます。また理想主義者 NF ですねはセックスをお互いに喜ぶ行為と考えるかもしれないが、 SJ はこのセックスというのを社会的経済的な安全の見返りとして欲求に応じて上旬に行われると、そういった女性から提供されるサービスと考えることが多い。このため SJ の女性は自分の性的欲求よりも相手の性的欲求を優先する可能性が高く、おそらくこのセックスを快楽というよりもむしろ妻としての義務と考え、自分の性的快楽よりも夫の肉体的な快適さと福祉を重視する。同じように SJ の男性はこの性体験に対してパートナーに感謝の意を表し、自分のためにしてくれた、あるいは自分の欲求を満たしてくれたというメッセージを伝える傾向がありますと。なるほど、はい、こういったずれていくわけなんですね、うん、ガーディアンの仲間は他のタイプ、特に理想主義者と理性主義者の感情的なニーズを理解するのは難しいかもしれない。ああ、なるほど。さっきの理想主義者のやつを話したんですけど、はい、そこには理想主義者と理性主義者とあったので、はいはい、理想主義者 NF も NT も、はい、これは、はい、セックスというのはお互い喜び行為であるっていうのを感じている、はい、が SJ はそう感じていない、うん、はい、相手が求めてくるから、はい、社会の一員として福祉であると、はい、応じるっていうことだって話ですね、はい、でこの SJ の人たちは、他のタイプ、特に理想主義者 NF または理性主義者、要は合理主義者ですね、 NT の感情的なニーズを理解するのは難しいかもしれない。哲学、心理学、文学などの思想に興奮するっていう概念は SJ には全く興味がないと、うん、セックスはセックスであり哲学は哲学である。 SJ にとって感情的な葛藤がベッドルームに持ち込まれることはないと。彼らはパートナーに腹を立て叱りつけることさえあると。その批判を性的な関係から切り離し、彼らが両手を広げてベッドに来ることを期待する。どうやらガーディアンは
交際相手を気遣い、その健康と福祉に適切な責任を負っている限り、建設的なレッスンを提供しても相手の愛情を阻害することはないって考えているようだと。ごめんなさい、ちょっとなんか訳がもしかして違ってたらごめんなさい、はい、ただまあなんか私も心のつながりだよねって思ってるんですけど、はい、でそういう思ってる人に対する福祉としてっていうことじゃないですか。なるほど、はい、で寝室だけでなく結婚生活の多くの領域においても SJ ガーディアンはこの育成的な態度だけでなく批判的な態度も伝える傾向があると。 SJ にとって伴侶を大切にするということは伴侶が安全で十分な養育を受けられるように見守る責任と、今度はこの伴侶がちゃんと正しいことをして正しい方法かっこ両親や社会的伝統から学んだ方法をちゃんとやるよう見守る責任、両方を負うことを意味していますと。 SJ は何が善、何が正しいかっていう確かな感覚を持っており、ピグマリオンプロジェクトという形で自分の価値観や手順を相手に押し付けることをためらわない。だって正しいんだもん、こうやってみんなが社会を守ってきたんでしょ、うん、で私はみんなのことも受け入れているよ、サービス福祉として、福祉として、はい、うん、私もちゃんと参加している、うん、であるならばあなたたちも社会として正しいことをしなさい、うん、はい、はい、全ての SJ が献身的なピグマリオンであるというわけではないが、彼らの親としての性質は仲間の態度や行動を形成しようとする方向に自然と向いているように見えると。この SJ タイプは年齢や気質に関係なく愛する人が成長し、場合によってはちゃんと責任のある行動、分別のある行動、尊敬に値する行動を取るようにっていうことを深く気にかけており、またその期待を恥ずかしがらずに伝えます、うん、そうやってやれって、うん、いうのが信頼できる SJ タイプのようですと、はい、SJ がガーディアンって呼ばれる理由がわかると。浮気とかはしなさそうな書かれ方ですね。責任ですからね。でもまあそこは人間である以上超える人もいるんでしょうね、まあ、その関係によるって話じゃないですか。ああ、はい。社会での関係ね、はい、家の外でのね、家の中でも中でも外でも、はい、